皆さんこんにちは、しもりです。ということで今回の動画なんですけれども、サムネ見てもらったら分かる通りなんですけれども、ベスト9タイトルホルダーの坂本勇人選手を使ってみたということでですね、今この画面にある通りなんですけれども、ベスト9でね、坂本勇人選手を当てたということで、リアタイで坂本勇人選手をね、使ってスピリッツの高さをね皆さんに見せて、どれだけ強いかというのをね、見せていけたらと思うんですけれども、はい、こちらがねリアタイの今のオーダーになってるんですけれども、まあ見てもらったら分かる通りなんですけれども、この坂本勇人選手ですね、これ超4ということでね、極みになってないんですけども、レベル74ということで、特訓レベルはマックスで、特殊能力は551ということで、片目打ちは1で止めてありますけども、あとは55ということでね、まあ、こんな感じで育成してあるんですけども、坂本選手の AN の、ね選手ですね、今育成中ですね、絶賛育成中でして、まあね、レベルがマックスになれば、極みになるんですけども、まあ、ちょっとね今回は超4でいこうと思ってるんですけども、スピリッツ見てもらえれば分かるんですけども、3546ということで一応3500は超えてるということでね、一応超えてるってことでね、この坂本選手使っていきたいと思いますということで、皆さんよろしくお願いしますということで、2番で今回は使っていきたいと思いますということで、いきましょう。さあ、はい、お願いしますということで、おい、フライトよしよ、フライト吉尾でございます。さあ打っていきましょう。まあ糸井先生とりあえず出ることが、オッケー、ビクラ糸井さん。はい、ということでね、今回の注目選手坂本勇人選手ですね。はい、あ、いや、おい、いやいやいや、糸井選手でホームラン打って、その注目の坂本選手でホームラン打っていかないスタイルというね、どういうこっちゃ、本当に。はい、ボール。まあね、ちょっと見てもらえれば分かるんですけど、私は達人から玄人に折ってしまいましてね、残念ながら。はいはい、まあ、今画像出てると思うんですけども、いや、まあ、ちょっとバッティングの時はちょっと集中させてください。ちょっと守備の時にちょっといろいろ話していこうと思うんです、すいません。ボール、 OK。まあね、菅野さんはね、とりあえずまっすぐ張ります。これ !OK! 一応ね、まあ、振り遅れてるけれども、まあ、ヒットはヒットですから。ヒットはヒット。はい、ということで、まさ、ティーカさんで打っていきたいと思います。元4番ですから、前まで4番張ってましたから。ボール、OK。まあまあまあいいでしょう。まあいいでしょう。まあいいでしょう。こっからまっすぐ狙います。インローに多分来ます。まっすぐ。ここからまっすぐ狙います。 OK! ビクラ吉田さん。はい、ということでピッチングしていきたいと思うんですけど、まあ、先発投手は大谷投手ですね。はい、まあ、この大谷投手をしっかり使ってね、はい、OK! 速さこそ正義ですから。まあ、ということで、ね、先ほど話そうとした内容なんですけれども、ですね、前の動画で達人に上がるっていう動画出したと思うんですよ。一応サムネ貼っとくんですけども、その動画やった後にですね、いろんなね、いろんなっていうか、もう一本のね、リアタイの動画出したんですけども、その動画でですね、まさかの玄人に折ってしまうっていうね、綺麗に折ってしまうっていう、まあ、それをかましてしまったんで、今回ここから頑張ってね、また達人に上り詰めていきたいと思います。はい、大谷投手強いです。ちなみに大谷投手マジ強いです、普通に。ほら、はい、強い。はい、ピッチャー交代、ソートコバー投手ですね。ということで、2人出たらピッチャーじゃないわ、坂本選手回ってくるんで、いやー、絶対いけたということで、まあ、2人出ます、頑張ります、2人出ます、ここから打ちます、2人出ます。あ、ボール、バカ、ハゲ。外で打ちます。ちっちゃい変化の方だけ待ってます。でっかいは無視、ちっちゃい方だけ狙う。いや、まあ今のがでかい方なんで、無視です。今のは無視、ちっちゃい方だけ狙います。さあ、これ。これ、無視。これでっかいのは無視でいきます。ちっちゃいのだけ、もう頑張り。ここ。おわあ。はい、オッケー。やっぱり持ってきたショットです。オッケー、ショット。はい、オッケー。
はい、ということでね、2試合目なんですけれども、高校ですね、高校なんで、もしかしたら飛ばしてるかもしれません、このピッチングですね、はい。はい、ということでね、バッティングなんですけども、相手ピッチャーは大野投手ですね、で、糸井選手出ます。いや、どんまい。まあまあまあ、坂本選手の動画なんでね、これは。おい、全然特能出ねえじゃねえけ、おい。特能出ねえ、マジか。まあまあいいや。まあ打ちます。ああ！おい、全然注目した選手打てねえじゃねえか、よい。へい。うわい、ナイスボール。いやー、むずいね。やっぱね、リアタイ打つのマジむずい、ほんとにむずい。はい、ということでピッチングしっかり押さえていきたいと思います。はい、ということで攻撃でね、1点取られちまったんで、ここ2点取ります。いやー、今ね、流しね、悪くなかったな、今。まあ、打ちます。落ち着いて打ちます。今、喋ってなかったらごめんなさい。はい、おい、ナイバッチー。オッケー。いいね、いいね、いいね、いいね。はい、ツーベース。ツーベース。ナイスバッティング。はい、ということで、ここら辺でまっすぐ来ます。多分まっすぐ来ます。予想で打ちます。いや、ボールだった。ファールになって、ナイス。ナイス、ショー。ツーシーム、ツーシーム、ツーシーム。サーゴへ。いやー、うまい、うまい。フル小笠原さんです。すぐ小笠原です。はい、ナイバッチー、センター前、オッケー。いいね、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 いいね。ここで秋山翔吾さんです。絶対打つ、絶対打つ、絶対。ツーシーム、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 声抜けない、抜けない。はい、ということで3試合目ですね。相手ピッチは則本投手の A ということでね、しっかり打っていきます。これまあね、あくまで坂本選手のね、動画なんで、一応ですけど打ちます。まっすぐ、まっすぐ、 OK、 見えてるよ。まっすぐ、まっすぐ、もう基本変化球振らん、まっすぐ。これ打ってんじゃねえかよ。い、変化球振らないとか言って、はい、きしょー、パワー比広角。これ、坂本さんで打って動画あります。坂本さんで打って終わる、打って終わる、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ。ああ、うわ、今のいけたな、絶対いけたな。まあいいや、切り替え。ゲイ、ウィー、ビッグバー、坂本さん。完璧。やべえ、マジ超気持ちいい、超気持ちいい、今の超気持ちいいんだけど今。やべえ、こんな嬉しいことね、こんな嬉しいことねえんだけど、マジで。2者連続、2者連続、ゲイ、ビッグバー、ヤナギータさん。マジ2者連続、はい、広角アーチスト。3者連続いきます。まっすぐ、これでまっすぐ来るだろ、さすがに。